にちは。今回は石川県の山代温泉にある湯海リゾート最長楽に宿泊しました。宿泊状況を動画にしましたので、これから宿泊する人への一助になれば幸いです。山代温泉最長楽がある山代温泉は石川県加賀市にある温泉で、加賀温泉郷の一つです。場所は加賀温泉駅から車で10分程度です。山代温泉最長楽は西日本を中心に格安高品質ホテルを運営する湯海リゾートの宿です。さて到着しました。山代温泉最長楽、かなり大きいホテルです。早速中に入ってみます。入ると左側にフロントがあります。フロントの先にはロビーがあります。またフロントの横では大黒様が出迎えてくれています。大黒様の先にはお土産コーナーがあります。明るい雰囲気で分かりやすい、種類も多いので加賀温泉土産は全て揃いそう。石川の地酒もあります。さて受付が終わったら浴衣コーナーから好きな柄の浴衣を選んで宿泊する部屋に向かいます。さて今日宿泊する部屋を確認します。おお広いですね。今日は一人なので広々です。さてもう一つ部屋があって、その先の外の風景はどうかな。ふむ、町ですね。まあ山代温泉は割と平地にあるのでこんなものです。別の角度から部屋の様子です。少し部屋の備品を確認します。テレビあります。冷蔵庫あります。金庫あります。電気ポットあります。お茶セットあります。クローゼットに丹前あります。バスタオル、タオルあります。無料 Wi-Fi あります。洗面台です。綺麗に管理されてます。コップ、歯ブラシ、タオル、ドライヤーと紙タオル。こちらは部屋風呂です。綺麗です。まあ大浴場の方を使いますが、トイレ綺麗に管理されています。荷物も片付いたので早速温泉に向かいます。温泉は2カ所あり、時間により男女入れ替えになります。朝の湯の方のみ露天風呂があります。こちらは綾の湯です。大きいヒノキ風呂、良いですね。こちらは朝の湯です。こちらもヒノキの湯ですね。綺麗で気持ちいい。こちらは朝の湯の先にある露天風呂です。やっぱり露天は良いですね。どちらの湯もサウナありました。さて夕食の前にカラオケです。なんと19時まで無料です。利用するしかありません。部屋数も結構ありました。カラオケルーム5、6人くらいは十分入れます。通信カラオケなので最新曲が歌えます。さてカラオケで少し運動したので次は夕食です。夕食はバイキングです。食事どころの雰囲気です。早速第1弾を持ってきました。今回はなんと鍋がありました。すき焼き風にしました。ビールもちゃんと用意しました。少しバイキングのメニューを紹介します。ポテトフライにメンチカツ、肉まんに煮込みハンバーグ、お刺身です。お寿司もあります。こちらはすき焼きしゃぶしゃぶセットです。鍋用のお肉です。鍋用の野菜類もちゃんとあります。サラダバー、デザート充実しています。腹いっぱいでも甘いものは入る。ソフトクリームあります。ドリンクバーあります。お酒あります。追加料金でお酒飲み放題にできます。
さて、食事の後は施設内を散策します。スロット、卓球コーナーが地下1階にありました。こんな感じで卓球台とスロット台が並んでます。なお、卓球台は無料で借りれます。1階にインターネットコーナーありました。電子レンジあります。マッサージチェアです。レンタル自転車あります。2階にゲームコーナーがありました。麻雀コーナーもあります。無料の足つぼマッサージあります。漫画コーナーありました。これで夜は退屈しません。自販機がありました。ソフトドリンク市販と値段変わりません。ビールは若干高いかな。さて、夜も更けてきたので、そろそろ部屋に戻って寝ることにします。朝です。外の様子はどうかな。良いですね。良い天気です。さて、朝食を食べに来ました。朝食もバイキングです。早速第1弾持ってきました。鯛だし茶漬けとそばも準備しました。のっけ丼と味噌汁、フレンチトーストもいただきました。少しバイキングのメニューを紹介します。ポテトフライに唐揚げです。卵焼きに焼き魚です。ご飯のお供です。温泉卵です。のっけ丼の具です。温かいそばです。鯛だし茶漬けのセットです。ピリ辛こんにゃくにわかめ酢、パンもあります。シリアルもあります。サラダバー、フルーツとヨーグルト、ドリンクバー。さて、11時40分にチェックアウトして、11時50分発の送迎バスに乗ります。送迎バスは加賀温泉駅に接続します。乗る場合は予約が必要です。これで山城温泉最長楽の宿泊動画は終わりです。いかがだったでしょうか。さすが愉快リゾート、食事も温泉もカラオケも楽しめました。で、宿泊費ですが、平日で大人1人分は8500円程度でした。格安ですね。ビジネスホテルと変わりません。また愉快リゾートに宿泊したいです。